はい、どうもゆうたです。今日はですね、茂原ツインサーキットに来てるんですが、 VAB じゃなくて GR ヤリスです。こちらの車両、GR ヤリスの、なんて言うんだろう、サーキットチャレンジっていうね、GR ヤリスのレンタルしてサーキットをアタックできるっていう、多分ね、トヨタが企画してるのかな、 GR の方が、茂原でね、1回6000なんで、ちょっと韓国が今日来てバトルしたいと思いますので、ヤリス初ですが乗っていきます。タイヤは05に履いてます。ブレーキがね、純正でやっぱでかいっすね。235なんだね。うん、いいね、乗ったことないから新鮮だ。新鮮だね、初やりっすね。パールホワイト、やっぱこの色だね。そうね、 GR4 RZ パフォーマンスって言われるの。 RZ ハイパフォーマンス、ハイパフォーマンス、多分赤いキャリパーでトルセーデースキーとかが入ってる、はいはい、多分一番高いやつ。なるほど。JBL のスピーカーとかそういうものもついた、すごい、ね、うん、いいやつだと思うんですね、これね。じゃあ早速乗っていきます。トムガオだ。カン君準備中。一発目です。先行でカン君。はい。長袖なんで。ああ、はい。いつも当たり前なんです。でも冷凍のスーツ着たら。確かにね。首が余裕がの。目標はもちろんランキング1位ですよね。言うのはただです。まあ、気をつけて。はい、行ってきます。厳しいな、現実は。
あ、シビックみたいに勝手にかかんのか。タイム出なかった。52秒1だね。うん、もっと出るかなと思ったけど。49秒台入ると思ってたね。車速いな。速いんだ。早く来ないかな。そうね。速いね。あ、そう。軽いし。あ、そう。結構いい動き。あ、そう。する。ただちょっとシートが純正だから。ああ、まあ。踏まってんのがきついのと、やっぱさすが、やっぱね、乗る量多い。なんか結構こう見てて回っていく感じしたけど、回答性良さそう。ブレーキで結構ケツ出て、うん、アクセル踏んで戻ってみたいな。すごい。いい感じだね。あ、そう。買った方がいいよ、みんな。なるほどね。買った方がいいよ、これ。いってらっしゃい。
でしたでしょうか。ね、まずね、軽くて、しかもね、全体的にやっぱ乗り味も穏やかで、純正サスっていうのもあるんだけど、小腹の遠赤使ってもすごいね、跳ね方もね、マイルドなんで、もうきっちり着地してくれるんで、すごい良くて、回答性ももちろんいいし、結構ね、ブレーキでこうオーバー出るような動きもあって、まあ、四駆っぽくはない。結構自由度の高い四駆というか、乗り回せる四駆。でもね、結構やっぱ本質的には VAB と似てるんで、やっぱすごい乗りやすかった。懐かしいというか、懐かしいって言葉変だけど、自分の車を思い出すかのような、乗り味ですごい乗りやすかったんで。で、タイムが51秒07が、カン君、ここ12秒。ぐらい1秒以上差つけられちゃった。1秒ぐらい。まあ、1年ぐらいね、さっきって言ってないからね。そうですね。まあ、その差ということで。まあ、すごい良かったです。本当にね、でもしかもこれ6000で乗れるんで、気になってる方はね、本当にすごくいい機会だと思うんで、壊しちゃうとね、実費になりますんで、そこだけ注意してもらって。いや、本当に、すごいね。これパワーステって電動か。大丈夫、まあ今時だからそうなんじゃないかな。フィーリングもね、すごい、やっぱ今時の車だからか、滑らかで、ほんと乗りやすいっていうのが第一印象。ほんと、限界行っても結構マイルドな感じで、コントロールできるんで、まあちょっとね、タイムは、自分的には51秒っていうのは、ちょっとね、タイムは振るわなかったんですけど、まあすごくいい経験ですね、これは。すごく良かった。はい、はい、という感じでね、じゃあ今回は以上になります。はい、あとそういえばね、最後ね、トヨタさん向けにアンケートがありまして、携帯でね送って答えるんですけど、ティッシュかこのバッグをもらえるみたいで、参加賞みたいので、すごいいいですね、こういうのは。あとタイム表も一応載せときます。こんな感じです。51秒オナニーまあね、俺ぐらいになるとやっぱりプレイしてくれる